はい、今回の動画はディロードトレーニングについての動画です。まずディロードっていうのがトレーニング負荷を重量であったりセット数を1週間ほど下げて体を回復させる疲労を取り除くトレーニング方法のことをディロードトレーニングって言います。ディロードトレーニングは特にそこそこトレーニング歴がある人が停滞とか怪我が多い人で疲れが多い人っていうのはこのディロードトレーニングを4週間から6週間に1度入れることによって疲労回復することができます。なぜディロードが必要なのか。ディロードが必要な理由っていうのはフィットネス疲労理論の観点で考えれば理解ができます。トレーニングをハードに行う、過負荷をかけるようなトレーニングを数週間行うとプラスの要素であるフィットネス、自力のようなものが向上しますが、同時にマイナスの要素である疲労も溜まっていきます。フィットネス疲労理論ではこのフィットネス、自力のようなものと疲労の合計でパフォーマンス、トレーニングでいうと筋力であったり、その日かけられる最大の負荷が決まります。フィットネスが例えば4週間のトレーニングでプラス3になったとしても疲労がマイナス3もしくはマイナス4になってしまえばパフォーマンスは0かマイナス1になってしまいます。つまりこのままではフィットネスは上がっているにもかかわらずパフォーマンスは疲労によって隠れた状態、マイナスによって隠れた状態になってしまい、一時的ではあるんですが停滞してしまったり後退して怪我につながったりします。なのでこのマイナスの要素である疲労をディロードでマイナス3からマイナス1か2ぐらいまで落としてあげると合計のパフォーマンスはプラス1かプラス2になります。疲れが溜まっている場合ディロードを挟んであげることによって次の週でより高いパフォーマンスでトレーニングすることができるようになります。ここで疑問があると思います。トレーニングの負荷を下げるとフィットネス、自力も下がったり筋肉も落ちるのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。なんですが疲労っていうのは1週間で急に落ちるのに対してフィットネスはすぐには落ちません。なのでフィットネスはある程度維持したままのトレーニング量で疲労が抜けることによってパフォーマンスが上がるのがフィットネス疲労理論のディロードトレーニングになります。だいたいどれぐらい負荷を落とせばいいのか、どれぐらい落としても筋肉が落ちないのかっていうのはこちらですね。この研究ではセット数を3分の1程度にしても筋量が維持できるっていうことになってます。なので週に 1V10 セットをやってる人は3セットから4セットぐらいで筋肉を十分維持することができます。なのでディロードでは思い切って重量やレップ数をそのままにしてセット数を半分以下にしてみてもパフォーマンスであったり筋肉は落ちずに疲労だけ抜くことができます。たまにセット数を落とすと伸びたっていう人がいるんですけど、それはさっきの考えでいうところの疲労が抜けてる状態かもしれません。セット数を落とすと疲労が抜けるんですが、そのままセット数を落としたままだともちろんフィットネス、自力も落ちてしまうので再度停滞につながってしまうのでそこは注意しましょう。ディロードの方法には大きく3種類あります。重量であったり負荷を軽くする、強度をディロードする方法、重量であったりレップ数を落とす方法です。ボリュームを少なくして強度や負荷を維持してあげる、さっきの例ですね。単純にセット数だけを減らすっていうボリュームディロードで、強度もボリュームも同じにして種目だけを変えるピボット、この3種類が大体メジャーです。で強度ディロードっていうのがベンチプレスを100キロ10回4セットやってる人なら90キロ10回4セット、もしくは100キロで10レップではなくて2レップとして8レップで4セット行ったりして、負荷、重量であったりレップ数を落としてあげます。でボリュームディロードっていうのがベンチプレス100キロ10回4セットの人なら100キロ10回を4セットから2セットに落としてあげます。これがボリュームディロードです。でピボットは少し特殊で、種目を変えることによって同じ分野の負担を減らしていこうっていう考え方ですね。例えばいつもローバースクワットをしている人なら同じぐらいの強度頑張り具合でレップ数もセット数も方を変えずにハイバースクワットにするとか、こうすることによって局所的な負担を減らしていくっていう考え方が、ピボットですね。これは特にスクワットベンチデッドを多く行うパワーリフターが行うディロード方法です。でどう使い分ければいいか、どれがおすすめかっていうのは、基本的には筋力を維持したい場合はボリュームディロード、神経系の疲労であったりフォームの乱れが強い場合は強度ディロードであったり、フォームも乱れも激しいし仕事で忙しかったり、疲労も関節の負担も強く感じる場合は両方としてあげる、ボリュームも強度も両方としてあげる。でディロードを今までされたことがない人が一番取り入れやすいのは、ボリュームディロードだと思います。そのまま重量やレップ数のメニューは変えずにセット数だけ半分にしてあげる、これが一番取り入れやすいかなっていうところです。でディロードはどのぐらいのペースで取り入れればいいかっていうのは、ディロードのペースはよく4週間に経過したら1週入れるって言われてるんですが、例えば4週間でも疲労が溜まってなければディロードを入れる必要はありません。かといって疲労が溜まりきってからだとちょっと遅いですよね。なのでなかなか見極めが難しいんですが、なんとなくトレーニングを始めて疲労感を感じたりちょっと関節に違和感を感じたらディロードを入れる、もしくはもう4週間から6週間
に1回定期的にディロードを入れるって決めておく、もしくは仕事が忙しくなったり他のことで忙しくなって睡眠時間があんまり取れないってなったら入れるっていう風にするのもいいかもしれません。で、今までディロードの必要性を感じたことがない人もいると思います。まあ、ディロードがなくても疲労を感じずに携帯もしないなら別に入れる必要はないと思います。特に初心者とか、例えば週に1回スクワット、ベンチ、ラットプル、あとまあ2種目ぐらいを10回3セット、週に1回しかしない人っていうのはそこまでディロードが必要なほど疲労はたまらないと思います。ただです、トレーニング歴がまあ1年以上、まあそこそこあって1年中ディロードがなくてもできるトレーニングはその人にとっておよそ不足気味の可能性が高いです。しっかりと過負荷がかかっていてその人のキャパシティの限界近くまでしっかりトレーニングしている場合っていうのは必ずどこかで疲労が蓄積してキャパオーバーになって、停滞したり怪我につながります。日本人っていうのは真面目な人が多くてトレーニングの負荷を軽くしたりトレーニングを休んだりするっていうのはすごい嫌がる人が多いんですけど、むしろトレーニング強度を上げるためトレーニングを長く続けるためにディロードっていうのが必要になってきます。特にトレーニング歴が長くなってくればくるほど必要になってきます。翌週、来週はディロードがあるから少しきつくても頑張ろうって気持ちにもなりますし、ディロードが終わると、疲労が抜けてディロードが終わった翌週っていうようなパフォーマンスが上がる場合っていうのはほとんどなので、今まで必要性を感じたことがなくても、入れてみることをお勧めします。疲労も長い間蓄積している場合っていうのは自分が疲労が溜まってるってことも気づきにくいので、試しにボリュームディロードいつものセット数の半分にしてみるのをまずお勧めします。でトレーニングで一番大事なのは、怪我なくトレーニングを続けることだと思います。トレーニング歴が長くなってくると始めた頃に比べて重量もすごい上がってきてトレーニングのセット数も増えてくる場合が多いと思うので、そのままディロードなしで続けていくっていうのはなかなか難しくなります。自分は気づかないうちに関節とかいろんなところに疲労が溜まっている場合があるので、大丈夫だと思っているうちに定期的にディロードを挟むことをお勧めします。まとめるとディロードのメリットとしては、疲労の軽減であったり怪我の予防で、翌週のパフォーマンスも上がります。なので今までディロードを入れたことがない人も、特にボリュームディロードですね、セット数をシンプルにもう半分にしてしまうっていうボリュームディロードは取り入れやすいので、ぜひ試してみてください。今回はディロードトレーニングの紹介でした。